すぎたのかな。属性を見下ろせ。相変わらずにぎや万の商人が訪れ千の船が往来する。皆さん長旅お疲れ様です。お前は私は百分。そう百分行幸。そうだぞ。でも行幸がオイラたちに何の用なんだ。行幸様は何でも存じています。今回はあれ私に。スチームバード新聞にはやり手の敏腕記者がいる。そしてあなた。なんだって。シャルロ大丈夫よ。いつものことだから。行幸さんがそこまでしてるなんて思わなかった。ヒヒ行幸。お二人も興味がありましたらご同行いただいて。あれ君たち行幸。まあちょっとだけな。いでも仕事のことみたい。それよりも城内でカード回答のことを聞き回って。本当に任せていいの。それじゃあお願いするね。それではシャルロットさん。じゃあまた後でね。シャルロットってなかなかやるんだな。今回の事件が報道一躍有名になりそうな気がする。お前の言う通りだな。じゃあまずはふと行きます。いやいや七星召喚。そっか。お客さん立てる。こんにちは。どうぞ。この近くでカードの裏面。それよりお大事にな。俺は大丈夫。手を見下ろせ。こんにちは。最近この辺でカードの裏面を集める。そっか。はあ。話を聞いてはみたけど収穫はなかったな。二人とも人を探しているのでござるか。あれこの声は久方ぶりでござる。旅人パイモン。最近姉君は用事があってリーウェイに戻っ、何やら聞き込みをしている。なるほど。みな、そっか。役に立つ情報かはわからぬが最近あれカズハ。うむ。先日姉君。それは秘天の箱。カズハも七星召喚を遊っ。ふむ。オイラに任せとけ。ルールを教える以外にも。だがもっか。そうだった。
次は、あれ？あっちを見てみろ。あれってモンドでディオナと話してた稲妻の配達員じゃないか？彼女の腰にあるあのシール。え、カズハはあの会社のこと以前耳にしたことがある。おー、あいつ。どっちに行ったら…よっ、何か手伝っ…やっ、びっくりした。おう、アイラ、こんにちは。コマニアはかねてより。わあ、うちの国際業務は最近になって盛んになったばかりなの。国際…急いでる時はたま…リー…それなら知ってるぜ。本当に？高く登ったおテント様。ほら、ここだ。あれあれ、旅人にバイ。しかもこんなに大勢の友達を連れ。オイラが紹介するぜ。こっちはカエデハ。お初にお目にかかる。うん、みんなこんにちは。はっ、まさか我…いやいや、オイラたち。あなたが王城堂堂主のフータオさんです。どれどれ。今時の配達ってすごいね。キララちゃんは何でも配達してくれるの？生きた人間も？驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか、業務会…五つ星？五つで、五つで。それではお先に。二人とも案内してくれてありがとう。ひひ。うん、みんな。先ほど風道氏は詩を読んでいたでござるが。おや、お兄さんも詩に。時折たしなむ。もうそう謙遜。私はね、間もなく開催される決勝戦。そうそう、今回の相手は。そう、私の予感がこう言ってるんだ。だったら一緒に。技があるだけじゃ足りない。うん、パイモンにもわかるもので。またそんな筋が。うむ、生死に関わる対決では。こっちの友達の理解力。過分なお言葉でござる。ほう、こ、ふむ、拙者もぜひ手合わせを願いたいところ。ちょうどいい機会だな。オイラも皆がそこまで申すのなら。ルールはこれで全部だ。問題ないでござる。先生、どう？カズハお兄さん、この路地裏に。うむ、風道主。じゃ、対戦の子。工場か。ふむ。できるのかよ。よし、挑戦者よ、名乗るがよい。おお、一気にそれっぽくなってきたな。神札を友と出会いて。光天に小鳥がさえずり、炎。私のターン。キッ。はあ、やはり負けた。幸い、カズハお兄さんのその腕を見るからに。パイモン先生が教え上手だったからでござる。そうか。なんでお前まで。照れちゃうぞ。カズハはどうだった？うむ、札の技も多く、戦局。どうやらこの世に
またプレイヤーが一人。国生、いつからいたんだ？お二人が対戦を始めてすぐよ。みんなが夢中に。こちらが楓原和葉さんね。あな、とんでもない、拙者も姉君から。国生でいいわ。それにしても和葉さんの腕は、今後機会があれば私とも手合わせをお願いできるかしら。おお、もう次の対戦相手が決まるなんて。驚いた？今玉境内にいる人はだいたい七星召喚ができるわよ。仕事の合間にたまに対戦しているの。喜んでお受けしよう。だがずっと旅人のデッキを使うわけにはいかぬゆえ、対局は飛天の箱を手に入れてからになるやもしれぬが。ええ、構わないわ。大したことじゃないから遠慮なんてしないでね。君は。それでは頼んだでござる。それと風太を、決勝戦がもうすぐ始ま、安心して。私は一見連が準備万端、必ず勝利するって。みんな一緒に会場へ行かない？あ、そうだった。オイラたち今カードの裏面、もし、そう、それだ。その人顔に怪盗って文字こそ書いてなかったけど、雰囲気は。た、今朝彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を。どうやら趙雲に話を聞。なら無謀の丘に行ってみるといいよ。ちょっと聞きたいんだけど、その、うーん、カード、そう、わかったわ。拙者も旅人とと。ええ、また後で。親友であるあなたの。それじゃあオイル。風が今年。そう慌てるな、きっと。チャーン、ここにいたんだ。パイモン、旅、お初にお目にかかる。はじめまして、僕はチョウン、リーウェイの奉仕だ。その、こんな人里から離れ、数えてた時にこっそり覗いたん。よし、じゃあ道に。そ、捕まらないぞ。行く。風の赴くままに。そこだ。風よ、あんまを変えない。たく、な、みんなこれを見てくれ。これは七星。あ、これ、イクちゃん、このカードを落と。それってつまり。ふん、待たれよ、ホードの、イク殿の父親。うん、飛天の箱を。あ、そうか、なんで思いつかな。さよう、イク殿。よし、早くおい。おお、周りにいるのは趙雲と鳳だよな。 あった、あっちにもう一人プレイヤーがいるぞ。イクちゃん、
としたら、こ安心してくれ。そ、けど無謀の丘はとても武器。うん、わかったよ。ありがとう。うん、勝手に、はあ、これもカズハさんのおかげだ。これがいわゆる、もう考えてみれば、あ、そうだ、ちょう道理で彼はあんなに人の上辺を知るの。拙者もそうそう、相手はとてもずる賢して、その人物、彼は急いで物を買っ、そいつ、ほんと、とりあえずはその手がかりを追う。それじゃ僕はホウとイクを家まで送るよ。まだ少し分かっている。帰ったらすぐに心を落ち着かせて。ザッ、うー、ショーンがいなくなったらここが急に不気味になってきたぞ。オイラたちも早く戻ろう。素晴らしい対戦だったわね。ず、また間に合わなかったのかよ。あら、君たち戻ってきたのね。ちょっとしたトラブルはあったけど、結果的にはうまくいったぞ。フータを、そりゃあもちろん、シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと。相手はさすが普段。このどうしたる私は、それからどうなったと思う。私は肩を技へと落とし込み、炎のサイコロ6個あり。その通り、私が目をかっぴらいてよーく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃっ、あの工場って本当に効果が。風同士の戦術はまるで森にいる名鳥のように軽やかで変化に。その運も往々にして実力の一部。行子、シャルロット、仕事の話。天柱園の行子さんはこちらが噂の。お目にかかれて光栄で。やっぱり大英雄の友達も大英雄。若き武士、無双の人たちを受け止める。そ、まさか私が札遊びで勝った人が。それはかつての蛮友で。今日ここでみんなが知り合えたのも何かの縁だと思うわ。ほほう、私のために祝。みんな先にゆっくりおしゃべりでもしていて。今夜はおな、あれ、怪盗について新たな手がかりが。あう、オイラたち情報。すまぬが拙者はリーウェイで少しよ。そっか、じゃあカードゲームの練習を忘れるなよ。オイラが抜き打ちでテストしに来るか。あなたたちが探しているそのか。おお、強行はそ、その新しいカードの裏、験担ぎのために高値でその裏面を買うプレイヤー。そしたら突然どこぞの商人が返し、そのカードの裏面って。残念ながら、ただそれは。おお、大丈夫だって。未知なる旅は、こうして異国の才能と出会う機会を得られ。そういえば、ほ、うむ。じゃあさ、構わぬでござるよ。
七星召喚の身、私の場合そもそも。すみません、フォンテーヌから少しお時間を。あなたは連戦連勝、試合の感想。それは記者さん。もちろん。はあ、札遊びというもの。僕の対局相手は君だったのか。それは良かった。気晴らしになるな。剣女盤石。手加減は必要ないようだね。歌よ錦となれ。天理チョーク。
剣女盤石。天理チョーク。おのれ、岩山八九。
あなたとの契約を守ります。この仕事は排除するべきですね。西洋鍋。勉強に。いい考えだ。うわ、少し考える時間をくれ。これは報いなのか。やはり。天へと前。
荷造り終わったんか。バッチリや。ちゃんと全部詰めたさかい。うちが家におらんようになるけど、体には気いざとなったら。お前が長旅、俺も母ちゃんもここから出たことないさかい。稲妻人が外の人。そんなん心配せんでええって。ここに外くしゃぶ業のトーマも。豆腐？ああ豆腐な。ちゃうって。こういう会話を聞くのって久しぶりで、なんかホッとするよな。あんたらやめっちゃ久しもうすあれからいっちゃん変わったこと言うたら、あんたらみたいにテイワとは。確かに長いさ。お前さんらのことは覚えてる。すごい功績残した言うて稲妻全体に広まったなんか照れるな。それは大きに。せやけど機会があったら。それはそうだ。お前さんらは。そうや、これからしばらく。いやいや、おいらた。そうやったんか。そうやったらもう。そうだ、旅に出るって。えっでもそれがい。それだけ。それがまだ昔うちの祖先はその流星。父ちゃんはインスピル。今の稲妻は昔とは全然ちゃうやろ。うちが流星雨を見れたら絶世やろ。まあ外に出て見て回っいいと思うぜ。チャンスも時間。よう分かってるやんパイモンちゃん。お前みたいなやつは大好きだぞ。嬉しいことを言ってくれる。スメールか、聞いたことあるで。気が行さん。そうだぞ、あいつ。ほんまに？それがただの言い伝えかどうかは聞いてみないとわからないだろ。あ、正しくはこいつがだけど。でもそんなん頼んでしもたらあんたらの時間まで。うんうん、遠慮。ほんとちゃん、干したらうちは2人。おお、それがええ。2人も体に気ぃつけよ。ほら離島行って船。道中。自分の目で見てへんかったら一緒で。あんたらの言う。いや、教練院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ坂。なるほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃう。え、これよりもでかい。とりあえずスメールシティに向ってずっと興奮しっぱなしで。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなん。はよ本題に取り組む。あんたらがそう言うんやったら。属性を見下ろさん。アジャンタ彫刻店直営ショップへようこそ。気軽に見ていってくれよ。お
これは今お店で一子供たちの間で語り、こちらの方は稲妻から来たお客さん。アランダラやったら知ってるで。船でアランダラの、それに一つ良い宮なら気に入ってくれると思ってたし。でもさすがの良い宮でも本物のアランダラを見ることはできないだろうな。うん、良い宮にはちょっと悪いけど、でも良い宮は気にしないと思う。あいつの世界はすでに。よし決めた。これとこれに。おそんなにいっぱい買うのか。せやで、サイカたちも多分気に入るさかい。か、それに窓際に一日中ええ気分で過ごせるやろ。大きに干したら、なんだか見た目が良い宮に。そう言われてみたらほんまやな。ナラパイモン、こんにちは。うち、アラン良い宮。ポッピッ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 。こういう喋り方なんやっけ。うち、会うてたやろ。すごいぞ。船でちょっとだけ話しただけなのに、もう覚えたのか。だっておもろいやん。こういうこと覚えるに。はいよ、前通り。お客さんたちは本当に面白いな。オルモスコーもほぼ回れたし、次はスメールシティに行こうぜ。せやな、そろそろ本題に入ろう。僕の大切な故障全部めちゃくちゃ。前通り、楽しんでってくれ。同じ服着た人たちが上から降りてきたんやけど、あれ？そうだぞ。学院によって、今から探すのは目、要するにい、そんなことはない気がするけど、うちの今の姿であんたらと一緒。お前が照れるなんて意外だな。いやいや、ちゃうちゃう。向こうの立場になって考えてみ。もしあんたらが強烈、そんな時に突然怪しい格好したよその人が乱入し、お前の言いたいことは分かった気がするぞ。やろ？確かに。とりあえずはこの教練員の方はうちがスメール風の。分かったぞ。まあ服を仕立てるんだったらに。ええやんええやん。ほなうちはここらへん。おう、行ってく。あんま遠くには行かんようにするし、飽きるとかの心配もせんといて。
探すとは言ってみたけど、よくよく考えたら適任者がいアルハイゼンなら知ってるような気が。とりあえず適当に聞いて回ろうぜ。あなたたち迷ってるみたいね。どうしてあなたたちにモテる全ての。うわー、ナヒーだ。ここにいるんだ。学者と会うつもりだったんだけど、あなたたちが入ってきて困ったような顔をしているのをたまたま見つけたから来て、ちょうどいいタイミングだったみたいね。おう、オイラから説明するぜ。実は今友達と一緒にスメールに来てるんだ。その顔、次の流星雨はまだまだ先ってことか。そうね。それよりももっと興ざめな答えかもしれないわ。あなたたちもこういう話は聞いたことあるでしょ。確かに、そのことなら星が運命を示しているだとしたら考えてみて。運命がそっくりそのまま予測されて。うん、確かに。今のメイロン派の研究によると、流星雨は多くの現れるタイミングはかなりランダム。これって定期的にやって、つまり気軽に見られるもんじゃないって。そういうことなの。ヨイミヤが知ったらきっとがっかりするだろうな。どうしよう。おい、あなたたち大丈夫かしら。の、オイラはただあいつが。それじゃああんまりだ。わかったわ。二人の口ぶりからすると彼女はとても親切で優しい人なのね。あな、彼女のやり方から学んで優しい嘘をついてあげるのはどうかしら。え、それってどうすればいいんだ。彼女の流星雨探しの旅に同行し、努力の末についに報われて流星雨が姿を見せてくれるという一つのものが。現実には流星雨が呼びかけに応じてくれるわけがないけれど、夢の。なるほど、さすがナヒーダだぜ。あなたたちが手伝ってくれたことに比べればお安い。流星雨を話題にヨイミヤとスメールを回って、準備ができたらこれを吹いてちょうだい。私はこれを事前にアランナラに伝えておくわ。事の経緯を聞けば。夢っていうとオイラたちがアビディアの森でハイポシアに会った時と同じだよな。確かに気づかれにくそうなサプライズだぜ。流星雨が終わって夢から覚める頃には彼女も何が起こったのか分かっているはずよ。その時なら真相を打ち明けても失望させずに済むでしょ。おう、最高の代替案だぜ。ありがとな、ナヒーダ。気にしないで。でも彼女のところに戻る前に、この流星雨の物語をどう展開していくか考えておい。うん、考えておくぜ。ってことで、まずは流星雨が本当にあるってことをヨイミヤに納得させて、その上で何かしらの努力をして
困難を乗り越えればいい。オイラが流星雨を見に行くとしたら、一番気になるのは、そうそう、その二つだ。その情報を探しに行く名目で、ヨイミヤとスメールを観光して、おい、名目はそんなにお堅いものじゃなくていい。けど、すぐバレちゃうようなやつはダメだ。できれば、童話みたいなロマンチックさも取り入れて、独創性も持たせて。難しいぞ。おお、流れ星に願い事をするってのは人気があるよな。願いで物語を作るなら、おお、なんか面白くなってきたぞ。じゃあ場所も決めないとな。じゃないと空はどこもかしこも流星雨で埋め尽くされちゃうぞ。装置を探すか作るって名目で、あちこちで遊んだり食べたりするんだな。完璧なストーリーだぜ。別に装置や場所は何だっていいしな。夜宵宮に夢が見せられれば十分だ。いや、これは賢さじゃないぞ。心が通じ合ってる証明だ。ヒヒ、アイデアはお前のだぞ。オイラはそれより早く行こうぜ。きっとあいつ待ちくたびれてるぞ。気に、道案内してもうてへんかったら今頃迷子になってもうてたわ。気にしないで。じゃあうちに帰るね。ちょっと待ち、これあげるわ。オルモス校で飼ったばっかりのアランナロキボリやで。子供の間で人気あるらしいさかい。一個いいよ、大したことはしてないし。って受け取ってえな。ほら見てみ、家の中に飾ったり車椅子にかけといたりしたら、あんたもちょっとは元気になれるはずや。なんでそれが幸せに笑ってるからってうちもそうならなあかんわけって、アホらしいように思うかもしれん。それが笑顔の魔法なんや。信じられへんのやったら自分で試してみ。実を言えばもうほんのちょっと感じ取れた。お姉さんは喋るのも、でもどうしてそんなに楽観的でいられるのかわからないよ。ごめんなさい、あんまりいい言い方じゃなかったね。家まで送ってあげようか。大丈夫、自分で行けるから。よっ、ええとこに戻ってきたな。さっきの子はエービーン言う子やねん。落ち込んでるみたいやったさかい声かけてみてんけどな。最初はなかなか話してくれへんかった。それでうちはスメールシティに着いたばっかりで道に迷った。地元の人に道案内、もしうちを手伝ってくれたら代わりに車椅子を押し、まあ道に迷ったんはほんまやねんけどな。ここはあちこちつながっとって、のぼ、喋りたないみたいやったさかい、それ以上聞かへんことにした。せやけどまあやっぱ立ち上がれへんことに関係してるんちゃうかな。自分は病気になって
いつ治るかわからへんとだけ言うてたわ。あの子、人混みを通り過ぎるたんびに辺りを見回すんや。ぶつかるんが怖いんやろかって最初は思っててんけど、あの子の目には憧れとほんのちょっとだけ悲しさがにじん。そんな不幸に遭遇したら落ち込むのも無理ないよな。最初はうちと一言もおしゃべりたないみたいやったわ。出てくる言葉もせやからうちは独り言で、絨毯とか香料とか料理のこととか、あとはこことうちとの違いとかをしゃべっと。そしたらやっと徐々に話す気になってくれて。うちきなこちゅうはみんな言うて、道中でエービンちゃんが話してくれたんは、あんたらが帰ってきた時に聞いたんと同じくらいだけやけ。なんでも最初はややこしいもんやさかいな。おお、すごい収穫があったぜ。流星雨はスメールで見られるぞ。おい、ほんまに？そらよかった。自分だけで探してたら絶対見逃し。え？どういうこと？願いに応じる？うちそんなん初めて聞いたわ。流れ星に願い事をするんちごって、逆に願いで流れ星を召喚するってこと？それやったら準備してあるさかい、心配せんといて。この前言ってた流星雨を見て花火のインスピレーションを手に入れるってことか？それはただの動機で願いとは言わへんはずや。そんなんで星空がうちらのために流星雨なんか降らしてくれるわけないやろ。あ、そうだな、一理あると思うぞ。こいつ自身が設定を増やしてるぞ。こうなったらちょっと願い事をする練習をしとかへんかったらあかんな。なあ、付き合ってくれへん？まず言葉を整理してみるさかい。それがちゃんと伝わるかど、具体的にどんな願いなんかは。まだ秘密にしとくわ。そうだな、ついでにお前が見たことのない景色も見せてやるよ。そんなとこまであるん？そうやったら。おお、あんたらこれのこと言うとった？えらい大きいねんな。待って、いきなり動き出したりしひんやんな。安心しろって、こいつはもうずっと動かずに長い間座り込んでたんだ。せやんな、もう緑色に変わってもうてるし。ほな行こう。帰って自慢できる話題がまた増えたわ。まだ聞けてへんかったけど、お兄さんには会えたん？おう、でも旅の終点で会おうとだけ言い残してまた去って行っちゃったんだ。そっか、きっとお兄さんなりの考えがあんねんやろ。絶対大丈夫や、やっと話せてよかったよ。どうやった、お兄さん元気やった？雰囲気変わっとったか？あまり変わってなくて、ほっ
回だぞ。そうやったらうちももうそこまで心配せんでええな。旅先の景色を全部目に収めたらきっと分かり合えるやろ。だって兄弟やねんから。属性を見下ろせ。ほんまに大鉄塊の頭まで登ってこれるなんてな。ええ眺めやわ。下に向かって叫びたくなる感じちゃう？ここで流星雨を見られるかはわからないけど、練習の場にはもってこいだろ。せやせや、楽しみすぎて本題忘れるとこやったわ。稲妻を出る前な、うちが流星雨見に行くユンを聞いて、みんな流れ星に願い事したいって言うてくれて、ほな紙に書いてええで言うたら、結局何十枚も集まったんや。うわ、こんなにいっぱいあるのか。それもあるけど、もっと重要なんは、なんでみんな流れ星を見たら願い事。精一杯考えたけど、ようやくみんな花火で心の中の大切な瞬間を記録する。花火を空に、言い換えたら花火は過去の象徴や。ほんで流れ星言うたら願いを思い浮かべるやろね。一つは過去、もう一つは未来。どっちも空に咲く絶景やけど、正反対の意味を持ってるんやで。めっちゃすごない？これは単なる偶然やろか。うちはそうは思えへん。うちだけちゃう。ご先祖様かて、うちと、これこそ、ご先祖様が流星、そのやり方自体が、ある意味願い事や、せやから、みんなから願いを。よいみや、めちゃくちゃ喋れるじゃないか。練習なんて必要ないだろう。え、こんなんでええの？うちの言うてること理解できるん？何しろほとんど抽象的な概念の話で、言葉にするんが難しい。賞賛みたいなもんやったし。旅人、そういう可能性も考えとったけど、正直もしほんまにそうやったら、うちは折れてしまうかもな。その可能性がいっちゃん高いんは分かっとる。運もうちの味方にはなってくれへんかもしれん。せやけど、どんな言い伝えにも前提がある。信じ、この一歩を踏み出さへんかったら流星雨に振られることはないと思うね。そうとちごたら、今こうやって流星雨は願いに応えてやってくるんを知ることも、スメールの綺麗な景色をぎょうさん見ることもなかったわけやろ。今回の旅で踏み出す一歩一歩が楽しみやわ。よいみやって本当にすごいな。ん？どないしたん？いやいや、なんでもない。願いの方はもう大丈夫だと思うぜ。でもあともう一つ必要なものがあるんだな。確か材料を探して装置を作り上げるって言ってたよな。そうだ、それを使って観測道具を作れば流れ星の出現場所がわかるはずだぞ。なるほどな、いっちゃん純粋な鉱石。あ、せやったらスメールシティに戻って、あの鍛冶屋のおっちゃん、あの子の車椅子をして歩いてた時に軽く喋ってんけどな、なかなか場数踏んでそうや。あいつの邪魔はしない方が。鉱石のことは鍛冶屋がいっちゃんよう知ってんのとちゃう？だ、確かにそうだ。ほな行くで。こっから飛んで降りれたらええのにな。
しよう。本当に鍛冶屋の人なんかに聞いちゃったら、きっとオイラたちがおかしくなったって思われるぞ。そうするしかないか。オイラ、最初は宵宮に内緒にするのは良くないって思ったけど、今は正しい選択だったって思うぜ。うんうん、それこそ価値あることだよな。